20初のファンミーティング、20ファンミーティング w i t ユーニー2ロ2四二次、U ー、ニバーシティ、が神奈川、K アリーナ横浜にて、6月1日、2日に開催され、そのオフィシャルレポートが到着したので下記にお届けする。前述の通り、20ファンミーティング w i t ユーニー2ロ2四二次、U ー、ニバーシティ、は彼女たちにとって初のファンミーティング。 メンバー自身これまでも長らくファンミーティングを行うことを熱望していたと述べており、普段のライブとは一味違う公演内容は、メンバーはもちろんのこと、With You、二重ファンの故障のテンションを上げ、常に熱気で会場は埋め尽くされていた。本公演はタイトル通り大学を舞台とした、学園祭をテーマとした内容となり、会場の世界観もまさにその通り。ステージセットや映像など、 あちらこちらにキャンパスの要素が散りばめられキャンパスルックなファンも多く見受けられた。帝国に暗転しノスタルジックな映像が流れ終わるとレトロなスクールバスのセットの前に座った9人のメンバーが登場し3月に配信リリースされロングヒットを記録中のスイートノンフィクションの歌唱とともに初のファンミーティングが開幕。現在もなお SNS 等で話題沸騰中の弓矢を放つ キューピッドダンスもオーディエンスに向けて披露した。その後も同じく今年2月に配信リリースされ、エモーショナルな歌詞で人気の高い、20初の春歌、メモリーズを立て続けにパフォーマンス。さらに昨年の韓国デビュー作、プレスプレイに収録のラッキースターも披露し会場を沸かせた。会場のボルテージをマックスにし、 公演の冒頭を華やかに彩った圧巻のパフォーマンスを終えると再度幕愛映像を挟み、キャンパスルック、蝶の衣装に着替えたメンバーが登場し、いよいよファンミーティングが本格スタート。メンバーも、普段のライブより、もっと WizYou の皆さんに近づいていきたいです。マ、ま、コ、全力で楽しんでいきましょう。リオ、と、オーディエンスのテンションをさらに上げるコメントを次々に発し、 メンバーの初ファンミーティングに対するモチベーションの高さも伺い知れた。司会の古山さゆきの進行のもと、3チームに分かれ、部活動にちなんだ企画に挑戦していく。放送部の企画ではメンバーがレポーター、アナウンサーに挑戦し、メンバーごとの意外な才能が発掘され、美術部の企画では、二重と関係深いとある人物の似顔絵勝負で会場の爆笑をさらうシーンも立た。 数多あるアーティストのファンミーティングの中でも、人気を集める会場で行う体を使ったゲームは、運動部、企画で行われ二増も参加しての運動対決でさらに会場を熱狂させた。また、合唱部、では、旧カラーズを来場のファンと共に歌い上げ、ダンス部、では2チームでのダンスパフォーマンス披露など、通常のライブにはない企画が盛りだくさん。 さらにテーマに沿ったウィズユーと撮影するというミッション企画では、メンバーがステージからアリーナに降り、いつもよりもっとファンの近くに向かうなどのファンサービスも多く行い、ところどころ観客からは絶叫とも取れる大歓声が発せられるほど、サプライズだらけの内容となった。6月2日公演では、前述のスイートノンフィクションが主題歌に起用された映画、恋わずらいのエリー、劇中シーンの演技企画も行い、 同作で役者デビューを果たした彼女たちの芝居が見ることができる貴重なシーンも。そしてまさかの会場には同作の主演、原菜の香と主要キャストである綱啓と、さらには監督の三木孝一郎も訪れており、二重の演技を温かく見守っていたことも明らかに。ファンミーティングを観覧していた3人の映像がカメラで捉えられ、ステージのスクリーンに映し出されると、 メンバーは動揺しながらも、久しぶりの再会に歓喜する微笑ましい姿も見受けられた。ゲームやトークの企画を終えると、オーディエンスをお待ちかねのライブパフォーマンスが再びスタート。ハートリス、メイクユーハッピーなどの人気曲を続々と披露し、こちらも会場のファンからが歓声が止まず、満足度が高く。 さらなる彼女たちの魅力や新しい一面を知ることができる初のファンミーティングは約3時間にわたって行われ、やまぬ歓声に包まれながら終了した。ファンミーティングは普段のライブよりもぐっと近い距離で楽しかったです。With You と私たちだけの空間で皆さんの愛を感じることができました。まや、など、メンバーも笑顔で口々に語っていたように、 メンバーおのおの全員がこの公演を心待ちにしていたことが深く感じられ、二重と With You の距離がこれまで以上に縮まった2日間になったに違いない。二重は7月24日に最新作、ライズアップをリリースする。残された大阪でのファンミーティングで、こちらの新曲は披露されるのかこちらにも期待しよう。撮影、田中翔太郎写真事務所、リリース情報 EP、ライズ。